第2回ということで、ね、いや始まりましたね。始まりましたね、うん、やらないんじゃなかったんですか。すいませんね、ちょっと先週はね荒ぶってしまって、うん、ね、まあ、まあ和解しましたんで、でも、もうすいません前回は本当にあのね、もみ苦しいとこ見せてしまう。気を取り直していきましょう。そうですね、うん、このラジオは喋ればいつでも名言が飛び出す、おなじみの佐藤柴と佐藤陽平によるラジオです。最後には今日の名言を決めさせていただこうという、そんな趣旨の番組になっております。ね、なんかとにかくね名言が多いと言われるね、我々二人ですから、うんうん、もうね名言の宝庫と言われる私たちですからね、うん、まあ、ちょっとねでも先週ちょっとね、うん、まあ以前からのちょっと因縁もあるんですけども、ちょっと柴さんと揉めてしまってね、そうね、また喧嘩になってしまったんですけども、また仲直りしましたんで、うん、そうね、もう仲直りしたんで今日は大丈夫でしょう、ね、今日は大丈夫でしょう、ね、喧嘩なしでいきましょう。ほんと、なんかでも最近なんか聞きましたよ柴さん。お、何ですか。なんかねえ、あのプロレスラーのね、あの僕らがね仲良くしてるその、うん、ガンバレープロレス所属の長谷川よしこさんっていうね、はい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 、選手がいるんですけど、はい、その ね長谷川よしこ選手の、うん、あの入場テーマないんですよ、それはあんま言わなくても恥ずかしいからね、ガンプロの入場テーマをね、シュガさんがプロデュースしたってい う, そうなんで、やらせて作曲も、そうですね、作曲もすごいじゃないですか、あの全てやらせていただきます。でこの間年末のね、うん、ガンプロの興、うん、行見に行ったら、あ、そうそう、後楽園でガンガン流れてましたね。いやいやいや、まあ、いい曲やらせ盛り上がってましたよ。いや、やらせていただいたんですけど、いいじゃないですか、まあ、そんなでもいいんですよ、あんまりここでねそういうこと言わなくても全然ね。そうなんですか。皆さんもぜひね、頑張れプロレスの方ね見に行ってください、うん、そうですね、うん、長谷川よしこさんのね、あと入場テーマ注目してください。いや、いいんですって、もうそんなに押さなくていいんですよじゃあ早速じゃあ行ってみましょうか。行ってみますか。はい、はがきの方でね。はい、じゃあ、はい、質問コーナーの方行かせていただきます。はい、本日もね手紙来てますのでね。お、はい、ありがとうございます、はい、じゃあどうしますか、僕からまた。あ、じゃあお願いします。はい、じゃあラジオネーム、はい、プロレス入場曲をプロデュースしましたさんからシュガさんじゃないのそれ。違いますよ。何あんだけいいですいいですね。いっぱいいますから、そういう人は。あ、まあまあ確かにね、うん、シュガさん以外にもいるか。そうそう、いますいますよ、いっぱい。すげえ自慢してんじゃん。何ですか。質問です。はい、長谷川よしこさんとできてるんですかということです。え、それで誰にですか。俺に。まあ、そうです、俺です。陽平さんに質問ですね。いや、シュガさんじゃないですか、だからこれ。いやいや、結局言ってんの。違います違います。いや、できてないです。気になるんですって。いや、できてないんですよそうなんですか。いや、それで、ね、まあ、できてるように見えるでしょ。でもなんか良さそうですしね。全くできてないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ指数のとはどうなんですか。いや、指数のあるわけないでしょ。なんで。なおさらあるわけないでしょなんか良さそうじゃないですかでもなんかでも最初にほらね、でも連れてきてくれたんですもんね、はいはい、僕も最初、あ、そうですね、そうそうそう、ここで別のね、そうだ、番組やる音楽ミュージックだね、やつで収録で長谷川よしこと、ね、そうシズンの連れてきて、うん、そこでね、シュガさんと出会ったんですよ。出会って、そう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 、でそこからあれですもんね、その入場テーマもプロデュースしてほしいみたいになって、そう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 、でレコーディングとかもしたんですもんね。そう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 、はいはいはい、ね、ここで全部やりましたから、ね、うん、だから ね、そのなんで俺とそのよしこがそんなつながってんだっていうことを疑ってるわけですよね。そうみたいですよシュガさんの意見じゃないですか。違いますよ。できてねっつってんだから。そうなんですね。いや、本当にだから男女の友情ですよ普通に。なるほど。もう全然なんかほら接点とかもあんまりない。いや、本当に昔からの知り合いなんですよ。そうなんですね。はい、全然信じてないじゃん。なるほどね。そうかそうか。ムカつくわ。いや、まあ、本当に何もないですよ。まあいい、いいんですけどね。はい、本当に、うん、信じますよ。語弊もないと思いますけども。信じますよ。しょうもない質問だったなこれもう、じゃあ、まあでも、じゃあこの人にもなんかね、うん、プレゼントあげましょうか、はいはい、しょうもない質問でしたけども、そうだな、うん、なんかありますか。そうね、はい、あれどうですか、はい、あのペットボトルの蓋のところ、はい、いらねえあのでちょっとほら高いあのコーヒーがあるんですよ、そういうのちょっと残ってるんで。いやいや関係ないでしょ高いとかもあと残ってるやつよりダメだわ衛生的に、はい、まあ、でもまあくだらない質問してくれた人なんでね、じゃそれあげましょう、はい、洗ってお渡ししますのではい、おめでとうございます。おめでとうございます。僕らあの名言をね、そうですね、ね、このラジオの中で発表するっていう最後にね、うん、
今日出た名言を発表するっていうことなんですけども、知らしめていかないといけない、ね、絶対出ないでしょ今日の名言。出ますよ。出ますか。絶対出ますよ。大丈夫です。一発目の質問からひどかったですよ。いや大丈夫ですって。長谷川よしことできてるんですかって何ですかその質問。もうすぐ名言出ますよ絶対。いやもうひどいわ。じゃあ次いいですか僕の。いいですよ。はい、じゃあいきます、うん、はい、じゃあこちらの、メールいってみたいと思います。はい、アンチ音楽プロデューサーさんからのお手紙ですなんだとんでもねえな志賀さん、陽平さん、こんばんは、はい、こんばんは。第1回の放送非常に楽しくお聞きしました。はい、志賺さんって結構ひどい人なんですね笑いということです、はいはい、そんな志賺さんに質問です。志賺、うん、さんのデートでの失敗談を聞かせてくださいっていうことです。できればえぐいやつをお願いしますなるほどね、はい、もうこれも完全にあなたですね。 あなたですよね。いや違います違います。結構ひどいやつですねっていうのに。いや、アンチ音楽プロデューサーなんていっぱいいますから。あ、そっか、いっぱいいますね確かにね。なんかデートでの失敗談とかあるんですか。デートでの失敗談ね、僕も気になりますね確かに。まあでも、うん、まあパッ一個ありますよ。ひどいのが。えぐいのあんまり言いたくないぐらいひどいの。できたらえぐいやつお願いしますってことだったんですけども。まあまあ、ね、はい、高校の時にね、はいはい、高校なんか、うん、友達3人で遊ぼうってことになってたんですよ。はいはいはい、はい、で女の子2人と僕1人、ね、え、女の子が2人。そうで、持っててんな。もともとその仲良かった1人が僕を誘ってきたんです、ね、うん、はいはいはい。で全然ほとんど話したこともない子がいて、はい、で三人で遊ぼうとなってたんです。はい、で僕は三人で遊ぶつもりだったんで、まあその駅で待ち合わせをして、はいはいはい、でまあそしたらメールが来るわけですよ。うん、ごめん行けなくなったって言って、その誘ってきた方が来なかったんですよ。仲いい子が。そう、来なかったんです。あ、で僕とその全然知らない子と二人になったわけです、うん。もうこれ何したらいいか分かんないですわけですよ。うん、で僕なんかもうその頃なんか全然そんなね機微も分からない、はいはい、緊張ですよ。はい、だなんか知んないけど、うち、ん、に行こうみたいな話になったんです。うちに行こう、すごいでしょ。これは知らないからこそできるやつですよ。うち、に行こうってなって、でも多分本当はどこに行こうって言ってたんですか。カラオケかなんか行こうみたいな。本当はカラオケで集まろうと思って、2人でカラオケもなんかあれだなと。で僕結構家が好きだったんで、いろいろあったんです、はい、家に、はいはいはい、うわっていうな。だちょっと家行こうと、はい、でまあ多分相手は結構混ぜてるんで、はい、まあそういう分かってるんです多分。なんとなるほどね。もう家行こうって言ったらイコールで家行ったわけです、うん、して僕が何やったかっていうと、うん、何したんですか。たまたまツタヤで借りてきた稲川淳二の、はい、テープみたいなやつを、CD みたいなやつをかけるんです。怖い話みたいの。そう、暗くしてそれで、ただ僕は稲川淳二が好きなんで、はいはいはい、もう楽しく聞いてるわけですよ、はい、もうその子多分稲川淳二好きでも何でもないんですよそんな1時間を過ごして、じゃあ帰ろうかっつって何にもなく何にもなく帰って、で僕その時その子が僕のこと好きとはみじんも思ってないわけですよ。いやでも絶対そうでしょ。もう後で考えたら、でもそれもだから後々ですよ、あれって確実に本当は好きで、その子がセッティングして2人にしたんだろうなっていうことに気づいた時にものすごい後悔したんですよね。もうでどうだったんですかその。いやもうそれ以降一回も話してないです。もうそれ引くでしょ。やっぱこいつねえわってねえわってなるでしょいきなり稲川淳二の、うん、家連れ込まれて時代を感じるわ。家連れ込まれて何もせず稲川淳二を永遠と聞かされる。やだなやだなやだなと思ってたんですねみたいなやつを。まさに最悪ですよ今考えたら。もうこれはじゃあまあ確かにそれはまあね失敗談だったんですね。失敗談ですね。まあ、自分はデートと思ってないわけですけどね。いやでもなんかさらっとでもちょっとモテる自慢入れてきてるのにちょっと腹立つなどうせブスでしょ、ね、どうせ可愛かったですうわガツコは失敗談お願いしますって言ってるのになんかモテる自慢のトークです結局まあしょうがないです。離婚しろ早くしないわちなみにどのくらい可愛かったんですかその子。ちょっと気になるな。えでも誰にみたいなありますか。誰にみたいな。誰に。稲川淳二にみたいな稲川淳二は可愛くないとかそういうこと言っちゃダメだな言っちゃえて女子嫌でしょ誰ですか。なんか誰にみたいな感じ。誰にだったんだろう。ちょっとやっぱ、ね、想像したい。コニタ小西どうですか。まなみ。あー似てました。ちょっとねあの顔とかちっちゃい。そういやー可愛いじゃないですか。をちょっとギャルにした感じです。
うわギャルなんですか、しかも。そうそうそう、ギャルっぽい感じ。いや俺の相方の武田が聞いたから羨ましがるな何もなかったですからね、別に。いいな、そんなギャルと。そうなんです、家に2人で高校生で田舎純一、田舎純一聞いてんじゃねえよ迷惑なくしてね頭おかしいよな、もったいねえな。そういうことがありましたね。いやでもモテる自慢入ってんの腹立つな音楽プロデューサーあ、じゃあすいません、アンチ音楽プロデューサーさんもね嘘ついてんじゃないかなこれきっとそりゃなそりゃな、今聞いてる、長谷川よしことできてるんですかとかで質問しかしねえしさ腹立つわいやでもまあ若気の至りですね、うん、そうですよ、怖い怖い、こんな話したことないですからね。稲川淳二さんの好きなんですね。好きです。怖い話結構好きなんだ。好きなんですよ稲川淳二、本当好きでね。じゃあ今度外佐藤のじゃなんか夏ぐらいに企画でやりましょう、こういう話とか言って。佐藤シュガーの会談やりましょうよ。いいですね。はい、じゃあこの、あのこの失敗談のそのねデートを再現しましょうよ。うん、何もない。ほぼ喋ってないんだから。そのラジオドラマやりましょうじゃん。ほぼ喋ってないんだから。いやどうなってんの。相手役誰だよ。やっちゃいましょう。これもでもちかさんにやってもらって、女性は。やったよ。ね。確かにあの、ね、前回の放送で、ね、うん、ちかちゃんとナスコさんで、はいはいはい、ナスコさん選ばれちゃったからちかちゃん出てこないかもしれないそんなことないでしょはい、はい、というわけでじゃあアンチ音楽プロデューサーさんにもなんかねプレゼントはあげときましょう一応ね。そうですね、うん、アンチ音楽プロデューサーって言ってかあんまあげたくないんだよな。いやでもまあくれたんでね、そこれルールなんであげましょう、まあ、そうですね、はい、ちかちゃんなんか鼻くそあげときます。きたねきたね、しょうもなもうなんでこんなやつがモテんだよコリタンニのギャルにモテんだよ大仁田みたいな人が来てほしいよ大仁田って大仁田厚さんにのギャルが来てほしいなんでそんな男性を女性にしたがるんですかさっきからはい、はい、というわけでおめでとうございます、はい、おめでとうございますいらないけどね、絶対じゃあ、次の質問、はい、ですね、はい、次の質問お願いします。こんばんは、はじめまして、はい、陽平さんは25歳で東京 NSC に入学し、うん、はい、13期を首席で卒業したと聞いたのですが本当ですか、はい、嘘じゃないとしたら、はい、憧れてる芸人さんは誰ですか。ちなみに私は26歳の時は結婚してました、さんからのお便りです。いいです、ペンネーム長っ。質問ですと。あ、ペンネーム、そこまでペンネームなんですか。そうですそうです、本文かと思ったわ。まだ本文これから、これからです、はい、質問ですと、はい、好きな色は何ですか。いや短い教えてください。本文短か赤です、赤赤OK です、OK、いやでも本当にそあの首席で卒業したっていうのは本当です。いいんで す, いいんです、その辺はいいんですよ別に。質問、いや憧れてるのはロバートさん。いいんですって別に、そこペンネーム、質問の答えはもうペンネームおかしいだろそれはもういいんですって、赤ですよね、赤で。いやくだらな質問、くだらねえな、そんで赤ですよ、赤ですね、赤かな、わかんないよもう前のペンネームの質問の方が答えたいわ答えたいんですか。そうですよ、その、ね、なるほどね。でもなんか途中でなんか、うん、その年には私結婚してましたみたいな意味わかんないマウントも入ってただろそれなんだこいつは、うん、舐めてんなこいつ、ね、いや、でも本当ですね、NSC で首席で卒業したの、一応卒業公演でね大通りで卒業したんですよ。あ、そうなんですね、はい、うん、でも多分あんまりその質問は別に興味持って過去の栄光興味持ってよ俺のいやでもね、好きな芸人さんも興味持ってよ俺のいや好きな芸人さんはちょっとでも聞きたいんですよ。いやだからロバートさんが前ビッチマスケですけど、まあ、はい、あれさえでも天才なんで。いやすごいですね秋山さん。あとですね、あとはガレッジセールさんとかも、あ、それこそジュノンボーイの、うん、あの僕が出たコンテストの時に MC やってたのが、うん、ガレッジセールさんとかで。あ、そうなんですね、ですね、でその時からもうよくしていただいたりしてるんで尊敬します。めっちゃ面白かったんで。はあ、そうなんですね。ロケにもあの吉本入る前からロケに連れてってもらったりしてたんですよ。イケメン劇団とかっていう、くだらないガガガガレッジっていうコーナーだったんですけど、イケメン劇団に入ってたんですね。面白かったです。はい、あとはあのー、タカトシのタカさんが同じ高校だったんですよ、うん、そうなんですか。で先輩だったんですけど、
もう昔からすごい噂でしたよ。北海道でしたっけ？北海高校で、北海道の北海高校っていうところで。そうなんだ。そうなんですよ。へえ。はい。まあ赤ということで、じゃあ次。もう全然興味持たない。聞け。俺のプライ、もう俺の情報聞け、もっと興味持て。シュガー。聞いてる聞いてる。シュガーさんじゃないのか、なんだっけ、そのなんだとか、なんとかさん、そうね、こんばんはから始まるペースもないだろ。なんだこんばんはさんで、そう、こんばんはさんですよ。はい、じゃあ、はい、じゃあその人にもじゃあ、ね、一応あげますか。そうね、質問くだらないけどね、好きな色は。何あげます、もう。じゃあ、赤い折り紙を。赤ね、赤好きだからね。はい、赤い折り紙を。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。しょうもない。本文短かったな。ペンネームの質問答えたかったのに。すごいね。はい、じゃあ次ありますか。はい、あ、じゃあ次、あ、じゃあこちらのメールいきます。はい、ペンネーム、最近 TikTok バズってますさんから。はい。あ、確かにね、うん、あ、いいですね。はい、なんかね、確かにあのリッチモも最近ねバズってはいるんですけどもね。そうね、はい、自分だよね。まあまあこれはいいですけども。はい、はい、内容はですね、うん、はい、これは、偏見かと思いますが、うん、シュガさんって中二病ですよね。見た感じ中二病に見えます。もし中二病だとしたら当時のマックス痛いエピソードを教えてくださいっていうことなんですけども。ひどいし。どうなんですか。ひどいっすね。ひどいし、これだって あんたよ。だって TikTok バズってるって。確かにね、なんだっけ、うん、あのスズメの戸締まりのね、あれ面白いんだよな。でもな、あれバズってますよ。こんなことね、今ちょっと悪口言われて言いたくないけどね。スズメの戸締まりの動画面白いんだ、あれ。ありがたいことにね、めちゃくちゃ中毒。なんかもうちょっと200万再生ぐらい。本当にいるやつ動画もあります。前見たら100万ぐらいだったの。そうっす、もうそっから伸びて。いや、あれね、本当にみんな見た方がいいよ。変な癖になる。いやでもね、ぜひ皆さんね、ちょっとご覧ください。うん、聞いてくださる方がいたらね、めちゃくちゃ面白い。バズってるんで、リッチモンとかで検索する。あ、リッチモンで、はい、出てきます。はい、じゃあ TikTok リッチモンで検索してね。はい、で質問何でしたっけ？質問はあの、まあ、シュガーさんのマックス痛いあの中二病エピソードを教えてくださいってことです。でもこれはちょっとひどい偏見だと思うんですよ。偏見ですよ。ひどいっすよ。そんな風に思ってたんですか？いや、僕じゃないですよ。そんな風に思ってた。TikTok バズってるやつってやっぱこうやって調子乗るんですよ。どうなんですか、シュガーさん、中二病なんだったんですか？そんな時期ありました。これがね、中二病の人って自分のこと中二病だって多分自覚できないと思いますよ。あ、まあでもそうですよね。でもほら、後々考えたら、うん、あれやばかったなみたいな、あの時俺やばかったなみたいなのが中二病。そうね。だと思うんですけど、僕別に未だに痛いと思ってないですけど、はい、人に話すと惹かれるのは、はい、高校の時髪の毛をレインボーにして、はい、うん、レインボー？レインボー7色ですよ。こうなんかこうなんて言ったらいいんだろう、放射線状に7色こういろんな色やって、ちょん2700の常さんみたいな感じかな。、まあ、はいはい、もっとすっごいえげつなかったと思いますけどね、はい、なんかでちょんまげ作って、ちょんまげでサイバーな格好して街歩いてましたね。サイバーな格好、サイバーな格好、フェトスっていうブランドのね、あるんですよ、サイバーのブランドが。中二病っていうか、もう中二病さらに超えてますね。生き切ってたから恥ずかしくなかったんでしょうね。でもまあ、なんだったら電車とかでは超見られてましたね、確かにね、気持ち悪がられてましたね。確かにそのマックス痛いエピソードではありますかもね。多分あるかもしれないですね、それ。これがマックスじゃないですかね。すごい。そう、気づいてないんですよ、自分では、ね、今と全然違うじゃないですか。もうなんか飽きちゃったんでしょうね。中二病どころか、もう何だろうそれ、中三病なのかな。次元超えてますね。中三病って新しいですね。すごい、頭レインボーでちょんまげって何ですか、もうすごいですよね、今考えりゃ。フワちゃんを先にやってたみたいな、そういう感じだったんですかね。そうだから、多分怖がられてたと思いますよ。まあでも、まあそれで音楽好きっていうのだと、ちょっと確かに大物プロデューサーみたいにも見えますもんね。それでなんかモテてたのかな、当時は。カリスマみたいな。カリスマよく出してたのかな。いやいやいや、でも暗かったですけどね、別にね。稲川淳二聞いてるくせにそれで。確かに。レインボーが稲川淳二だもんね。キッズ。やばい。これはやばいな、シュガーさんは。確かにやばいっすね。昔結構やばいっすね。今もやばいんじゃないですか、だから実は。気づいてないだけで、あの、あれよくあるじゃないですか、こう足の足首と足首結ぶやつ、なんか紐で
漫画の7とかで見るそのパンクスタイルみたいなですか、なんかたまに足と足つながってるやつありますよね。そうあれ何なんですか、あれ歩きづらくないですか。歩きづらいんですよ。そうなんですか。あとチャリ乗ってましたね、それで。漕ぎづらい、漕ぎづらい絡まるんですよね。でもなんかやっぱかっこいいからやってるんですか、それは。あれかっこいいとも思ってないんですよ。え、なんでつなげてるんですかね。多分人と違うアピールしたかったじゃないですか。あー、なるほど。気持ち悪いですね。そういう人に初めて聞けたんでよかったですよ、意見を。あれかっこいいと思ってない。どういう心境でやってるのかなっていうのは。あれかっこいいとは思ってないですね。そうなんですね、うん、人がやらなそうなことを率先してやる自分かっけーみたいな。もう完全にファッションみたいな。中二病っすね。いやまあ、パンクだったんですね、じゃあ結構。そうね、パンクがの格好とかは好きだったんじゃないですかね、だからね。じゃあもうジジイの活動にもね。そうですね、はい、戻ってきちゃって、ちょっと毛色違うパンクですけどね。ハードですからね。ハードロックなのかな、あっちはな、パンクっていうよりは。そうですね、そう確かに。今度ジジイっていうね、うん、最近おじさんのパンクロックをね、そう結成しましたんで、ね、結成しましたんで、そちらの方もお楽しみください。はい、あ、じゃあ最近 TikTok バズってるさんにもなんかね、あげときましょうか、プレゼント。何がいいですかね。あ、でも TikTok やってるんでしょ。はい、じゃあ自撮り棒あげますよ。もうフワちゃんじゃん。自撮り棒余ってるんで。すごい。いや、そうなんすね。1個あげときますよ、じゃあ。うわ、めっちゃ自撮りしてたんですね、昔は。いや、もらったんですよ。そうなんすね、うん、あるんで。うわ、いいな、それ本当に欲しいわ。はい、というわけでおめでとうございます、はい、おめでとうございます。いやいや、ねえ、ね、TikTok ね、はい、でもあれ TikTok すごいですよね、あれね、なんか本当に面白いですよね。あれ北見さんが考えてるんですか。いやいや、俺が考えてるよ、一応。え、俺がだいたいアドリブでやってるんですから、俺全部。そうなんですか。なんでうまくいったら全部北見のせいみたいにしてるんですか。北見さん好きなんですよ。腹立つわ。リッチもただ北見推しとか言ってるでしょ。シュガさんは本当にもう腹立つわ。俺だってあいつと組んでるせいで、なんか先輩と写真撮った時に、うん、あれお前大丈夫、反射じゃないよねって言われたんだから。見た目でしょ、写真載せれるやつだよねとかって。反射じゃないわ。北見も反射ではないんですよ。そうですよ、違いますよ。そうなんですよ、北見さんね、はい、いや面白いですよ、あいつ面白いですよね。そう、俺がこんな感じでいいかなっつって相談して、うん、あいつが。でも最終判断は北見がやってくれてます。あ、そうなんですね。やっぱじゃあ北見さん、あいつのセンスはね、やっぱ素晴らしいんで。あ、そうですよね、うん、ぜひリチモの TikTok もね、うん、皆さん見てください。これ見てほしいですね、うん、面白いです、うん、っていうあたりでもう時間ですか、そろそろ。そう、ああ結構ね、いい具合に話しましたね、うん、なんかじゃあ名言発表から、じゃあ、そうですね、今日でも、いや今日はさすがにでも名言は出てないでしょ。あります。いや、ひどいトークでしょ、結構。全然あるでしょ。じゃあ発表していただいてもいいですか、今日の名言は。今日の名言発表します。はい、それ中二病どころか、もうなんだろう、それ中三病なのかな。それが名言だったんですね。これ名言ですよ。いやー、そうか、13秒って言葉初めて聞きましたけどね。うん。いや、まあじゃあ名言出ましたね。出るでしょう、ね、名言はいくらでも出るんですよ。名言も出たところで、はい、何か告知などありますか。そうですね、あ、じゃあいいですか、僕、はい、2月の、3日にですね、巣鴨、うん、プロレスの方がありますので、うん、僕とですね、あと植木も出ますんで。お、盆栽くん出るんですね。はい、巣鴨でね、ぜひ。盆栽じゃないですよ、植木です。もうシュガさんがね、忘れてたでおなじみのライフサイズ植木とね、僕が出ますんで、はい、はい、あとさっきね話題に出た、うん、あれも静野も出ますんで、はいはい、ぜひよろしくお願いします。あと2月6日にタップ事務所のタップライブがありますんで、うん、こちら僕も MC やりますんで、はい、あとライフサイズも出ますんでね、よかったら見に来てください、うん、いやー、まあでも結構詰まってますね、うん、ガンガンと、いいですね、ぜひ。あとなんか本当にね、僕らに質問あったら、うん、この佐藤でね、ええ、本当に質問ありましたら、うん、僕とかシュガさんのね、DM でもいいので、そうですね、Twitter とかか、うん、インスタとかの、ね、DM でいいんで、うん、送ってください。まだ告知も何もしてない状態で撮ってますからね。そうですね。質問って来るわけないんですよ。いや、言うな、それは。おい。アンチ音楽プロデューサーだから。ね、鼻くそ送っときますんでね。はい。はい、あとそうですね、長谷川さんのね、うん、曲ね。あ、
そうそうそう。そうですね。うん、本当にね、頑張れプロレスで、はい、会場で本当に流れてますんで。使っていただいてるのでね、うん、よかったら皆さんも頑張れプロレス行って、長谷川さん、入場、聞いた際はね、うん、あ、佐藤シュガーだなと思って。本当に、一緒にね、見に行きましたけど、うん、すごいいい曲でしたよ。まあ、よかった。盛り上がってましたしね。ありがとうございます。うん、よかったですよ。言っていただけるとは思わなかった。アンチとか言ってたから。すごい自慢したがんじゃないか。自慢じゃないですけど ね、 ねえ、まだ、うん、まあ、結局そこでもね、また喧嘩しちゃいましたけどね。殺されるかと思ったもんな。でも締めましょ う、 そ う、 そう、はい、じゃあそんな形でまた、はい、次回も、うん、やっていこうと思いますのでね、うん、今日はこんな感じで、はい、はい、ではでは、はい、また次回お楽しみに、うん、佐藤シュガーでした。佐藤陽平です。二度とやるか。